時間だ。指先を種息で温めて、夕暮れの人並みぼんやり見てた。昨日弱い癖
だるまという言葉自体が主語になってて、もう口の悪い友達は雪だるまって聞いたら借金とか思い出すとかってね、言ってましたけどね、笑うとこですよ。はい。僕はですね、二十歳ぐらいの頃にちょっとギターやってて、で30年くらい全然ブランクがあって、今から2年くらい前にまた始めたっていう感じなんですけど、ね、50過ぎても新しく何かを始めようという、そういう気持ちでやってますけども、そういう自分を叱咤激励するつもりで作った曲がありまして、壊れたロボット。